ライバルって言っていいんじゃないですかね。まあでも僕は勝ってますけど。過去最高のモチベーションじゃないと超えれない相手だと思ってるので、本当に過去最高の白を見せるんじゃないかなってすごい思いますね。まあ、やっぱりあの最強の白鳥君がおったから今があると思いますし、まあそうですね、こんだけ強くなれたのも、はい上がってこれたのもあの人のおかげかなっていうのはあるんで。いやもう本当天狗の武将ですね、はい、僕にとってもかなりリスクあるんで、正直まあ、ライズのベルトを取って世界で戦いたいと思います。しっかり貫き通して頑張りたいなと思います。謎の爆撃を落としてやろうかな。やっぱり進化した鈴木正彦を見せれるように。この試合を黙って見とけと思ってます。心の底から楽しんでほしいですね。